シュトモシチャンネル。こんにちは。こんにちは。理科の解説動画になります。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、立石さん。はい。理科なんですけれども。はい。平均点が35点と。いうことで、ちょっと低すぎちゃったかなっていう、まあ、我々の反省もあるんですけども。はい。結果を踏まえてどうですかね。まあでもね、これ落ち込むことはないかなと思うんですよね。もう、今回できなかったところに関しては、ほとんど理科の計算問題で、まあ、失点が、正答率が低かったかなと思うんですよね。で、もう一度ね、これ解き直せって言ったら、多分できる問題がいっぱいあるかなと思うんですよね。ただ、例えば四角い中は、やっぱり何と何を比較するかっていうところの文章のリード文ですかね。そこを、しっかりと汲み取れなかったかなっていうところがあったので、まあ入試問題もこういう今理科のね、計算問題が多いので、植物でもやっぱり計算問題が出ると。そこで、どことどこが違うって、どことどこを比較して計算をするかっていうのを、もう一度だけね、見直ししていただければ、今回、これ入試に対しての、入試までの間に、一つ大きな、課題とはなるので、ここはしっかりと、解いてほしいかなと思います。で、四角2番のカッコ6は結構、まあ、高かったんですけれども、カッコ7番に関しては、これをうまく利用すれば、もう少しできたかなと思うんですよね。だから、カッコ7番、これ正解率何パーセントでしたっけ？カッコ7番。4.1。そうですよね。だから、これ 4.1% の問題ではないと思うので、もう一度ね、これも、見直せる時間があったら、ぜひ見直しをしていただけたらと思います。で、四角さんのね、カッコ7は、これはちょっと、なかなかな、難しかったかなと思うんですよ。ただ、カッコ5番、カッコ6番ですかね。カッコ6番も、このリード文をしっかりと読めば、解けた問題だったかなと思うんですよね。なので、ここはちょっと、もう少し取れててもよかったかなと思います。で、四角4番ですよね。四角4番の、確かにカッコ7、カッコ8、カッコ9は、ちょっと皆さん難しかったかなと思うんですよね。まあ重心のところでアイディアが多分出てこなかったかなっていうのはあるので、ここに関してはね、もう最後の問題ね、0% ですから、ここはちょっと難しかったかなと思うんですけれども、逆にカッコ4、カッコ5、カッコ5、カッコ6は解けたところはあるかなと思いますので、これはね、多分もっとしっかりと読めば解けたかなと思います。私の方からは以上です。はい。ありがとうございます。そうですね。まあ、計算問題がね、今回多かったので、やっぱりそれで、まあ、平均点が低くなってしまったかなと思いますね。で、ただ、ちょっと、やっといてほしいなって思うのは、まあ、四角3番、立石さんもちょっと取り上げてましたけども、四角3番の、カッコ5、カッコ6。2024年、ウルード氏なんで、まあ、ウルード氏に関する問題がですね、これ算数もそうなんです。出てくる可能性が本番の入試問題で大いにあるんで、まあ、ここはですね、しっかりちょっと復習しておいた方がいいかなと思っています。あと、まあ、天体のところですね。まあ、四角さんのカッコ4。もし地球が図2のように地軸が傾けない状態で太陽の周りを回っていたとするとっていう仮定ですね。仮定の問題。ここは、ね、傾いてることによってどういう現象になってるのかっていうのが、きちっと理解していれば、ここは解けるかなと思いますので、間違ってしまった人はしっかりとちょっと確認しておいていただければなと思います。それからですね、あともう一つですね、四角2番の実験の問題ですね。ここのガスバーナーの使い方について。ここもですね、実験器具の使い方っていうところも、きちっと押さえておく必要性があるかなと思いますので、今回の問題は3番と5番に当てはまるものはどれですかってなってるんです。並び替え全部させる問題とかいうのがもうよく出ますので、ここも押さえておいていただけるといいかなと思います。
では、理科の解説動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。